種から多肉ミソップです。エケベリアを育て始めると、初めは形や名前を覚えます。あの品種が可愛いなとか、あの品種が欲しいなとか、どんどんエケベリアが好きになっていくに従い、ホームセンターに通ったり、お気に入りのネットショップを見つけたり、 SNS などで情報を集めたりと、お好みのエケベリアに出会うためのアンテナはどんどん広がっていきます。そんな中、必ず目に留まるエケベリアがあります。少し多肉を育てて長い方はもう皆さんご存知、始めたばかりの方はこれから目にすること間違いなしの素敵なエケベリア、オライサンナエをご紹介したいと思います。オライサンナエ、そうです、オライさんが作った苗です。現在日本で最も有名な育種家の一人です。主に交配して種から多肉を育て販売されています。イベントやごく限られたネット通販などでしか手に入らず、多くのエケベリアを育てる人にとって憧れのエケベリアです。イベントなどでは抽選や早い順などで販売され、好みのオライサンナエを手に取るにはかなりの情報と運が必要です。ただタイミングと運が噛み合って手に入れた時の喜びはひとしおです。約8年前、2013年頃、ローラや桃太郎、ラウリンゼ、チワワエンシスなど、今では値段も落ち着き手に入りやすくなった品種がとても手に入りにくく、場合によってはとても高価な値段で流通していました。多くの生産者の方がそういった人気が急騰した多肉たちを増やす中、オライさんはいち早く交配の魅力に気づき、道なき道を歩んでいきました。さらに圧巻なのは、交配し生まれた美しいエケベリアたちの中から選抜し、同じ個体を皆さんにお届けするため丁寧に増やしていました。たった一つのエケベリアを選抜し皆さんにお届けできるまで、とっても時間のかかる道のりです。少し選抜について説明させていただきます。例えばこちら、ロメオエレクトラ×サラヒメボタンです。どうでしょう、さまざまな顔違いが確認できます。ロメオエレクトラの特徴が強いもの、サラヒメボタンの特徴が強いもの、もう様々です。一言で同一交配といっても、とってもバラエティ豊かです。この中のどれか一つを選ぶことを選抜と言います。オライさんといえば、まずは青札。青札の魅力は何といってもバラエティの豊かさです。たくさんの交配式が作出され育てられています。そのどれもが他とは違った個性を持ち、魅力に拍車をかけます。同じ交配式でもそれぞれが異なった特徴を持つため、成長するに従い変わっていく姿にワクワクしながら毎日を過ごせます。幼い頃はささやかな違いが、これからどんどん差が出ます。こんな会話を楽しむことができます。山田さんのラウリンゼ×ラパス、最近どう？うちのはラパスの外取りとラウリンゼのふっくら感が出て可愛いわよ。佐藤さんのはどう？うちのはラウリンゼにほんのり透明感と爪先の紅葉が出て可愛いわよ。なんていう会話を楽しめたりします。青札は当たり外れはありません。あるのは当たりか大当たり。ワクワクしますね。続いてミックスベリアの魅力です。ミックスベリアはオライさんによる選抜個体です。先ほどお伝えしたように、同じ交配式でも様々な顔違いの兄弟株が生まれます。そのどれもがとても可愛いのですが、やはり際立って美しい個体がいくつか生まれます。もちろん好みにもよるのですが、
その美しく甲乙つけがたいたくさんの苗の中からオライさんが選んだスペシャルな苗です。育てていけばオライさんのポストのような個体になるんです。ミックスベリアに関して交配式は公表されていませんが、 A×B プラスオライさんなのではないかと思います。ミックスベリアの007モモリンです。ご覧ください。こちらがこんな風に成長します。もう桃です。桃感がすごいです。ウォーターマークも見て取れます。ふっくら肉厚な葉に爪と葉全体に広がるグラデーション、さらに白粉が薄く程よく包み込む一つのエケベリアになっています。すごいです。成長後の姿が楽しみです。私のモモリン、あんな風にはならないかも。ご安心ください。クローンなので育て方が適切なら必ずなります。続いてナンバー026ブルーベリームーンです。ご覧ください。色がとにかく美しい。あまり見ない青紫、まさにブルーベリー。そしてこの全体の灰色を際立たせるような美しい爪とエッジ。寒さが増すにつれ他のエケベリアとは一線を画す色を楽しめます。ナンバー041迷いの森。私が小人だったら迷うこと間違いなしです。どうですか、このネーミング。小さな森ができています。もう不思議可愛いです。ナンバー010青鬼です。こちらも大変有名なエケベリアです。鋭いシャープな爪が放射状に幾重にも重なり、その刃先が内向きに優雅な曲線を描き、洗練された美しさも感じ取れます。青く幻想的なエケベリアに長い角、まさに青鬼、超絶イケメンな鬼ですね。ナンバー005ストロベリーミルククラウン。めちゃくちゃ可愛いです。もう名前もとにかく秀逸です。広い歯幅とは対照的に大きく長い爪、その美しい特徴が陶製の取れた葉姿によって均一に装飾されたクラウンそのものです。今回最後にご紹介するのはオライさんの代表作、歴史に残るエケベリア、ザババです。ミックスベリアの001。多肉歴の少し長い方なら誰もが憧れるエケベリアではないでしょうか。交配式は公表されていませんが、名前から想像できる交配式、ザラゴーサ×チワワエンシス。未生される方の多くがザワワが生まれることを夢見て、このザラゴーサ×チワワエンシスという交配に挑戦したと思います。私もその一人です。毎年挑戦していて、今年こそはと思っているのですが、今のところ生まれてきません。近いものは生まれるのですが、オライさんが親にしたザラゴーサとチワワエンシスが素晴らしかったことと、多肉を愛する力のミラクルだったのだと思います。わっしょいです。今はまだ販売されていませんが、いつかもし販売されることがあるなら育ててみたいですね。ミックスベリアはそのすべてが際立った個性を持ち、素晴らしいエケベリアです。皆さんの好みのミックスベリア、 SNS 等で完成されたミックスベリアの個体を見て、そのミックスベリアを手にすることができたなら、愛と管理が適切ならば必ずそのように育ちます。当たり、大当たりがなく、すべて大当たりです。
ということで、今回オライサン内の魅力をお伝えしたのですが、伝わりましたでしょうか。オライサンをはじめとするたくさんの方々が素晴らしい多肉植物を輩出し、ますます奥深く魅力ある世界が広がっていっています。素晴らしいですね。そしてなんと、そんな世界観が一冊の本に、こちら、じゃん。今日ご紹介しきれなかったミックスベリア、すべてこの中に。さらにたくさんの素晴らしい愛好家の方々の作出された交配苗も載っています。多肉植物、特にエケベリアは広くたくさんの人に楽しまれるようになったのを強く感じます。この素晴らしい本をきっかけに、広く、さらに広く、より深い魅力が伝わっていくのではないかと思います。皆さんと一緒に新しいエケベリアの魅力見つけられますように。いやー、いっぱい喋りました。もうこの本に載っている方々をはじめ、日本中に多肉愛を持った素晴らしい方がたくさんです。私も頑張るぞ。今日の多肉のお供はこちら、じゃん、わっしょいセット。ちょっと調理してきます。じゃじゃん。やや多めの油で揚げ焼きのように炒めました。こちらに、じゃん、生マスタード。初めていただくんですが、開けてみます。粒ぞろいです。いい匂い、すごい、すごいいい匂い。よし、これをこうですね、たっぷり。美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。よし、よし、いっちゃいます。乗っける形で、つけるっていうよりもこのくらい、こう、こういっていただきます。 OK。 マスタードが口の中でプチ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 、わっしょいわっしょい言ってます。おいしい。オールフリー、いただきます。いい音。いただきます。最高、最高すぎる。こちらの多肉のお供、オライさんからの差し入れです。ごちそうさまです。オールフリーと生マスタード、ソーセージ、それぞれ一つでは味わえない美味しさがミックスされることにより、幸せ感で満たされます。あ、これはまさにミックスベリア。1+1が29。